健康寿命ですよね。まあ日本人の平均寿命、女性が87歳、男性が81歳と言われてますけども、でもピンピンコロリってわけにいかなくてね、健康寿命はそれから10年も先に衰えるそうです。健康寿命ってのはただ人間として生きてるだけではなくって、健康でね、美味しいものを食べて、でまああちこち移動ができてみたいな感じですよね。自分の足で歩けてみたいなところです。まあでもね、これね、例外はあるにしてもですよ、現役時代に十分な資産構築をできなかった人がこの健康寿命を失うってことに陥る可能性が高いんじゃないかなと思うんですよ。で、あの、健康に長生きできる特効薬ってのは何かっていうことなんですけども、これってないように思えるでしょ。でも健康に長生きできる特効薬の最たるものはお金があることなんですよね。やっぱお金があるとね、健康を買うことができるんですよ。お金があるとストレスを感じるような職場から離れることができるんですよ。で、お金があると自分の健康をメンテナンスするためにお金をかけることができるんですよね。そして日々の食事もお金があればあるほど自分の健康にいいと思ったものを食べれますし、サプリメントも買えるってことになります。お金がないとどうしてもね、低価格のものに走りがちで、低価格のものは質が高いものはあんまりないんですよね。それからね、他にもね、特効薬としては人脈があることですか。やっぱ楽しく喜びに満ちて生きていると健康でいられるし、健康のアドバイスもいただけると思うんですよ。でも周りに誤った情報を流す方とか、あの、人をね、搾取しようと思う方に囲まれてると、やっぱりね、人脈とは言えないですね。そういうのはね、やっぱりね、あの、健康でいることって難しくなっちゃうと思うんですよ、うん、なんかね、喧嘩っ早い人がいてね、ドーンとすぐ殴られちゃうとか、うん、なんかすごく精神的にいびってくる人がいたらやっぱ嫌でしょ。そういう人はやっぱりストレス抱えて長生きできなくなっちゃうんで、健康寿命を失うかもしれませんよね。そういう可能性が高いんじゃないかなと思います。あとはね、健康で長生きできる特効薬は強靭な肉体を作ることですかね。だからこういう強靭な肉体を作るってことを人生の前半でやっとかないと、後半で健康寿命はなくなっていくってことだと思います。で、あと不屈の精神ですか。やっぱりいろんなね、強い思いでいろんなことに取り組んだりとか、あの、ちょっとやそっとじゃめげないような精神力を持ってると、やっぱりそれだけでも精神から健康にいられて、体の健康も気づきやすいし修正しやすいってことになるんじゃないかなと思うんですよ。だから健康寿命を失うっていうのは、やっぱりね、自分に対してメンテナンスを怠ってきた人が早めになっちゃうんで、健康寿命を維持しようかと思ったら、それなりに行動で投資するってことは必要になってくるんじゃないかなと思いましたね。